上手に泣けなくて、苦しくて、叫びたいのを誰かにずっと分かってほしかった。ちょっとだけでいいから。心は弦に似ている。ゆるく張ったままじゃ音は鳴らなくて、ちぎれる寸前まで痛いほど張って、初めて鼓膜を揺らす音になる。泣きそうだ。